วัสดีครับโตโยรักไตครับジョンラクタイトヨです、私はただいま地下鉄あ BTS のねプロンポンの駅前のバス停におります。後ろに、映るかな。この後ろにあるのがね、これか BTS のプロンポンでございます。で今回はタイのバスの乗り方について紹介をしたいと思います、はい、今ねこのバス停のここの奥の方ですね、数字がたくさん並んでいるのがご覧いただけますでしょうか。これがあの今このバス停に来る路線バスの系統でございます。でまずタイのバスに乗るには自分がどのバスに乗るのか、乗らなければいけないのかというのを確認しなければいけません。最近ね便利になりまして、まあ、こんなここに行くにはこの系統だよっていうのがね、まあここに行き先と番号が書いてありますね。であとまあ簡単なルートマップあります、まあ、これでも確認できます。でここから例えばもうちょっと向こうのね麻生区まで行きたいんだったらどのバスでも行くのでわざわざ番号を調べる必要はないんですけども、その先に行くんだったら自分が乗るべき、系統のバス番号をまず確認しなければいけません。で日本と違ってタイでバスに乗るときに一番気をつけないといけないのは自分が乗りたいバスが来たら合図をして止めないといけません。日本だとねバス停のあたりに、まあ、座ってるか立ってるかしてれば、まあ、全てのバスがね止まるじゃないですか、乗るかもしれないって言って。ですがバンコクのバスっていうのは合図しないと止まらないんです。仮にここのバス停にねバス待ってる人が100人いようとも誰も合図しなかったら、まあ、スーッとねスルーしていきますので、だから大変なのは今ねここ最近は新しくなってね屋根があって、まあ、座ることもできますけど、心配だったら自分が来るバスをずーっとね来るかどうかね見てないといけないですね。この暑い中ここには屋根ありません。でバスによってはここ座ってても全然見えるようなバス停も多いんですけども、まあ不幸にしてここのバス停は BTS のねプロンポン駅の階段がそこにあるのでこの椅子に座ってたらもうバスほとんど見えないですね。でこの今、おばちゃんが3人いますけど、この3人のおばちゃんのうちの誰か1人でも、自分と同じ路線のバスに乗るんであればここ座っててもねおばちゃんが止めてくれてこのバスだって乗れますけど、そうじゃなければね、もしそのバスに乗りたいのが自分1人だったらここに座ってて目の前であバス来たと思ってももうバスはスルーしますんで、まあ、それがちょっと注意が必要でございます。今これやってきたのが25番系統ですね、パークナンバーソウ。でその後ろにやってきたのが40番系統ですね。それはあの鉄道の抜いてったじゃないですか40番。もしねここにね誰か40番乗りたい人がいたとしても合図してないんで行ってったんですよ。ここでねさっきの40番のバスが向こうの方から見えた時に合図してればその手前の25番が出るのを、待ってここに停車するか、まあ、その25番の後ろにつけて停車するかしたはずなんですけども、ちゃんとこちらから運転手に止まれという合図をしてないので、もうあっさり追い越して通過していただきま、行きました。で私あ行ったかな
あのね、511番っていうバスにこれから乗りたいんです。で、冷房なしのね、2番でも行けるので、まあ2番が先に来たら2番でもいいんですけど、まあ2番か511、どちらかに乗りたいと思います。今来たの48番バスです。まあ、2番が来ましたね。非冷房の2番が来ましたので、まあこれに、あ、その後ろに511来たな。今から非冷房の2番が来て、あの後ろですね、511が来ましたね。で、合図の仕方なんですけど、これバスもタクシーも同じなんですけど、真横よりね、ちょっと下、真横よりちょっと下で、まあまあ、あのこんな感じで止めます。あの日本だと上にね手上げて止めますけど、はい、今切符購入しました。あの、ね、2番511番に乗りたいといった理由は、まあ、こっち冷房付きなのでこっちの方が涼しくて気持ちいいんですけど、非冷房バスというのは、均一料金です。今だと8バスですね。で、冷房バスというのは区間ごとに運賃が違うので、車掌さんにどこで降りるっていうのを伝えて、いくらですって言って、今20って言われたので、この20バーツのチケットを買いました。今回はバンコクのバスの乗り方でございました。